せーの、ポン！うわ、ブラブラブラ、イエーイ！よし、あちや、あちや、あ！お疲れ。今回スペシャルな方とお会いすることができました。 YouTube で見てるっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですが、自己紹介の方よろしいでしょうか。はい、 3×3 3人制バスケットボール東京オリンピックの、日本代表候補をやらせていただいておりました、斉藤陽介と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。森森自身はですね、陽介さんがあのレジェンドですよ。レジェンド時代からですねずっと見てたんで、山さん、陽介さん、沼さん、もうすごい大好き。ありがとうございます。ありがとうございます、いやもう本当にここで会えるなんてすごい光栄に思っております。嬉しい。ちらっと話したんですけど、 YouTube の方チャンネル名はバックビートアタックです。いや、かっこいい。インパクトある名前ですよね。そうです、はい、インパクトだけでネーミングしました。ご自身で。はい、まあ、インパクトって言っても、はい、まあ、裏表紙っていうワードが先にあったんで、はい、それをただ英語にしただけなんです。あ、今日なぜお会いできたかというと、私は桐生第一高校の方にコーチをやってまして、陽介チャレンジというプロジェクト 3×3 のプロジェクトがあって、桐生第一高校の方をサポートしているっていうことですよね。はい、そうです。全国でこの陽介チャレンジっていうプロジェクトをやってるんですけども、日本選手権という 3×3 の大会がありまして、それを、まあ、高校生の皆さんに、まあ、全国大会優勝してもらえるように指導していくっていう、そのようなプロジェクトを今しておりまして、その中の一つの高校が桐生第一高校になります。もちろんその活動とともに今新木場の方でもスクールをやってるってことですね。はい、それはまた別なんですけども、うん、このバックビートアタック裏拍子で攻めていきましょうっていうものをこうスキルを教えたりとか、はい、もちろんそうじゃない部分のスキルとか、うん、いろんなバスケット IQ をこう高めていくための、うん、まあ本当に総合的なバスケットをスクールとして教えさせていただいてます。なるほど。さっき聞いた話によると、あと大人のクラスがあって50代の方も参加されてる。本当ですか？本当です。社会人の、はい、クラスがあったんですけど、はいはいはい、そこは高校生以上なんで、別に80歳も大丈夫ですし、現状今、はい、高校生と52歳の方が一緒になってプレーしてますね。YouTube や SNS 精力的に発信してるっていうのを見てるんですけども、最後に伝えたい情報などあれば。本当にさっきから宣伝していただいてありがとうございます。、まあ、YouTube、TikTok を中心に、SNS を力を入れてるんですけども、日本のこのバスケットボール界を自分なりの形で盛り上げていきたい、またその日本バスケの発展に貢献していきたいっていう気持ちもありますので、まあ一応まだ現役中なんですけども、まあ、現役中選手だからできるようなことっていうのもあると思いますし、いよいよね引退っていうことも近づいてきてる年頃だと思ってるので、今後に向けて、今からできることをこう発信していきたいと思ってますので、はい、ぜひチェックしてみてください。ノートの方もやってるね。ありがとうございます。もうなんか全て言っていただいて本当にありがとうございます。あと言い忘れたものないですか？信州の信州は、はい、信州ブレイブウォリアーズ、はい、B1 の信州ブレイブウォリアーズのアンバサダーをやっています。言い忘れたのあれば説明欄に書いて。もう全然。所属は、宇都宮ブレックスのチームに所属してます。なるほど。なんかもう投稿を見ると優勝しましたツイートがいっぱいあって、逆に負けたことあるんかなっていつも思うぐらい本当にすごいなと思って。ありがとうございます。成績教えてあげてください。成績、まあ、一番直近の、成績でいうとプレミアリーグがあって、それがシーズンは17勝1敗、プレーオフで日本一になりました。おめでとうございます。これいつ投稿されるか、動画投稿されるかわかんないですけども、はい、11月の13、14でジャパンツアーという大会のファイナルがあります。それには出場します。おお、はい、そこでもしかしたらまた日本一になってるかもしれません。ちなみに勝率何でしたっけ？正確なのはわからないんですけども、3年間でまだ5敗ぐらいしかしてないです。150
賞200いってないぐらいだと思うんですけど、5杯B リーグプロの経験と 3X の経験すごく豊富で、今日もいろいろ話しながら5対5でやこう、 3X でやこうっていう、そういう比較ができるっていうのもすごい聞いてて勉強になりましたね。やっぱ違う競技なので、同じことをもちろんやる場面もあると思うんですけど、やっぱ違うものだっていうのを理解しないと、なかなか立ち上がることができないなと思います。なるほどですね、あのインタビューね、今させていただきまして、早く解説しろよみたいな思ってる方もね、それに期待してる方も多いと思うんですけども、おそらく皆さんまだ本質に気づいてない方もいらっしゃると思うので、あ、それ自身もそうだと思います。はい、詳しく説明をしたいと思います。いいですか。はい、表拍子と裏拍子っていうのに大まかに2つに分けていて、表拍子っていうのが僕の中ではディフェンスが要は気づいている状態、攻めてくるって思ってる状態です。裏拍子っていうのはそうじゃない時間っていう風に分けてます。なるほど。でもっと細かい動作とかを説明していくと、いろんな動作が表拍子であるんですよ。今から攻めますよ、準備してくださいっていう動作が存在するんですよ。それを要は表拍子をそれを見せてるからディフェンスが反応する。相手のことを抜けないっていう人もね、いっぱい多いと思うんですよ、そこの壁にぶち当たって、バスケットをやめてしまう人は多いと思うんですけども、やっぱり今から攻めるよっていうのをディフェンスに伝えた上で攻めてるから抜けないっていうのは一つの大きな壁の中であると思うんですよ、だから今から攻めますよっていうのを伝えずに抜くことができれば相手のディフェンスの反応が遅れる。これが本質です。はぁ、細かく行かせていただきます。お願いします。手拍子ワンオンワンっていうのを僕は いつも毎回説明してるんですけど、ディフェンスって、オフェンスが攻めてきたから遅れて反応するのがバスケットなんですが、僕が何にもしてないボール持った状態なのに、いきなり右ドライブでバッて反応したりとか絶対ないじゃないですか。はいはいはい、僕がこういうアクション、右ドライブをしますよってアクションがあるから反応する、シュートを打ちますよっていうのがあるから遅れて反応する、つまりやっぱディフェンスは遅れて反応するはずです。まあもちろんその中には読みとかいろいろあると思うんですけど、それを踏まえて手拍子ワンオンワンっていうのをちょっとやってみたいと思います。いいですか。はい、はい、お願いします。僕オフェンスなんで、森森さんはディフェンス、ディフェンス、僕のこのアクション、手拍子がその攻めるアクションだと思って、できるだけ同じタイミングで止めてください。あ、そうですそうです、同じタイミングで止めるようにしてください。せーの、やったら遅れるじゃないですか、はい、あ、今のや僕がやったのはターン、うん、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 うんのタイミングで拍手する。このうんのタイミングが裏拍子、ターンのタイミングが表拍子、はい、で、これ音楽の授業なんですけど、はい、要は手をこの叩いてない時が裏拍子のタイミングになるんですけど、裏拍って言ったりするんですけど、はい、そのタイミングで攻めることができればやっぱり今みたいにディフェンスが遅れるっていう準備してない。うわうわ、で、じゃあなんで今ゴリムリさんは4回5回ぐらいはこうタイミングあったじゃないですか、守れたじゃないですか、はいはい、それはなぜなんですか。次こう来るだろうなって一定だったと思った。次もまた同じリズムで来るかなっていう読みが、はい、そうですね、プラス視覚で何かを捉えてる。もう一回いきます。はい、せーの、はい、僕が手を開いて叩くっていう動作を見てるんですよ、はい、ディフェンスはこの動作プラスさっき言った読みでできるだけ早く反応するんですよ。だからオフェンスは今から叩きますよっていう動作をわざわざディフェンスに見せて攻めてることになる。これがバスケットでもあるんです。今から攻めますよっていう動作をディフェンスはずっと見て探してるんです。その動作を見て、あ、こいつ右ドライブしてくるんだなって反応をこうしたりするんです。だからその動作を削る。で、今手拍子ワンワンを始めます、はい、せーの、はい、で、1個目スタートしてる、はい、手拍子ワンワン始めます、始めます、で、いきなりやったら絶対についていけないじゃないですか。いけないっすね。だからせーのを削るんです。ディフェンスが遅れるっていう。なるほど、はい、そういうものになります。では、後ほど期待値、はい、やりましょう。おお、
噛まずにね、ほんと丁寧に説明してくる。それも素晴らしいですね。噛んでます、もう噛んでます、噛み盛りですから、マジで。はい。